口貴也のリア充ラジオ。ハロー、やはり俺の青春ラブ感は間違ってるぞ。く低い八番役の江口貴也だよ。この番組はリア充ってなるものじゃなくて気づいたらなってるものだよねっていうのをコンセプトに、リア充のリア充によるアンリア充のためのラジオ、みんなね、ありのままの僕、ありのままの僕のトーク聞いてもらう番組だよ。さてリア充ラジオっていうぐらいだから僕一人で進行するわけにはいかないよね。一人で進行なんてぼっちだもんね。ということでゲスト紹介するよ。このリア充さんたちだ。みんなこんにちは。雪なした雪の役の早見沙織だよ。 OK ヨーヨーチェクラーヨーヨーヒエア、ゆいがはまゆう役の遠山直太だよ。おー、今日はこのリア充さんたちに来てもらったよ。イエーイ、今日もいいね。二人ともリア充してる？もう超リア充してる。最近のリア充エピソード教えて。もうね、あれだよね、もう超パンケーキ食べてる。それはもちろん一人じゃないよね。一人なわけないじゃん。マジで？ヨガ仲間と超パンケーキ食べてる。マジで超リア充だね。ヨガ仲間とパンケーキとか、ポイップ乗せてる系。ポイップ乗せてるよ。ポイップ超乗せてる。リア充イエーイ。全然イエーイ。え、そんな、うんうん、富山ちゃんは、あたし、うん、あたしはね、うん、めっちゃ、うん、うん、バーで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 、うん、エブリデイ、うん、ウギブギ、うん、超の気分でカクテル作ってもらってよ。マジかー。うん、遠山くんのちょっと、うん、あのリアジエピソードちょっとなんか違う気がするんだけど。でもほら、ナオさん、 あれじゃん、あれどれどれ、岩盤浴がさ、あ、それある、岩盤でよくしたでしょ。岩盤浴系、岩盤浴系でしょ。リアルにリア充してきてよ。それはもちろん友達とだよね。もちろんサークルの友達と、ね、岩盤浴で超岩盤の浴してきたよでしょ。なんとなくよ、内容よくわからないけど、でも最初からリア充、イエーイ、わかる。いいね、あの二人とも最後までこのテンションついてきてね。わかる。おイエーイ。どうなの？それあるよね。どうなの？行くよ。えぐちはさ、僕？聞いちゃう？聞いちゃう聞いちゃう。いやもうマジで夜にまずじゃザギン行くじゃん。ザギン。オッケー。ザギン。ザギンね。ザギンでシース食べるじゃん。で誰と食べるの？え？ザギンでシース？ザギンでシース。もちろんあのキャバクラの女の子だよ。ああ。キャバクラのナンバーワン指名率を誇る。各地の女の子を集め、ザギンの各地のあの北は北海道、あ、南は沖縄までのその店舗の MC のために集まってくるの。そう、僕がザギンに行くっつったらみんな行く行くっつって来ちゃう系だ。来ちゃう系だから、来ちゃう系だ。そこでまあ大盤振る舞い、大盤振る舞いシース振る舞っちゃう、フォロマちゃん握っちゃうの？もう辞さない。辞さない。辞さない。それ僕が振る舞うことも辞さない。それえぐえぐち、えぐち握りを振る舞うことも辞さない。辞さない。そういうことだよ。そっかー、うん、僕たちがどれだけリア充か分かってもらえたかな。それでは僕らの仲間から届いたリア充エピソードを紹介しようよ。イエーイ、レッツゴー。 OK、ラジオネーム、ヨネダからいただいた。ヨーヨー、ヨネダ。皆さん、ヤッハロー、ヤッハロー、ヤッハロー。突然ですが、私の悩み聞いてください。Okay. 最近、彼のスキンシップが激しくて困ってます。ちょっと、ヨネダ。人通りが多い場所でもチューしてくるんです。ヨネダ。恥ずかしいからと何度注意してもなかなかやめてくれません。ヨネダ。どうしたらいいですか？アドバイスください。あ、でも、うん、スキンシップが激しくても彼が大好きなので別にアドバイスなくてもいいです。ヨロー。ヨネダ。あるよ、マジある。まあこういうリア充は多いよね、やっぱり。おいおい、そこら辺でチュッチュチュッチュ、外国かっつって。え、それは本当、外国かっつってね。それは
ないわって感じなの？いや、あるでしょう。あるでしょう。あるでしょう、やっぱり。俺たちもやっぱ外国の血を引いてる。ある、それまであるよね。やっぱり人類みんな兄弟。あ、俺たちブラザーの価値観みたいなものはぶち壊していこうっつって。既存の概念壊していこうぜってね。そうよそうよ。かっこいいね。もっとちょうだい。オッケー。もっとちょうだい。せいちゃんからいただきました。ありがとう。江口総裁、ゲストの早見奈緒ちゃんやハロー。やハロー。え、総裁って何のこと？分かんない、ちょっと。ちょっとよく分からない。なあ、分かんないし。今、ポンさんだけど、とりあえずやもんね。総裁、今日も女の子リスナーから、ラブレターのようなメール、たくさん届いているのではありませんか？ Thank you。僕も毎日下駄箱にラブレターが両手の数ほど入っています。この中から一人を選ぶとなると、それ以外、その人以外悲しませることになってしまうので、誰も選べないという。当たり前じゃない。そうね。そう、誰も選べないという返事を書くのが日課になっていますよ。たくさんのラブレターをもらっていると。T は ?T は？ラブレターをもらっていると。T は ?T は？なんだか放送作家にでもなった気分で、人それぞれ住人トイレの文章を楽しんでいます。総裁みたいにラジオやろうかな。皆さんはラブレッティーはティーはもらったことはありますか？あーね、ラブレッツー、ノー、ラブレッなんてね、もうそんなのはもう日常茶飯事。だってね、一人を選ぶなんてありえないよね。そうそうそう、やっぱり最近の少年漫画でも、ほら、一人の女の子選ばないじゃん。そうだよね。そういうこと。そういうこと。つまりは、そういうこと。僕たちの日常は漫画の延長線上。そういうこと。じゃあもう一ついくね。オッケー。ラジオネーム、眠い、寝よ、さんからいただいたよ。寝ちゃえ、寝ちゃえ。何ですか、これ気持ち悪いです。やめてください。え？ちょっ、どう？What's happened? What's happened? What's しにくほんわからない。 I don't know. I don't speak English. Yes. Yes, I do. I don't speak English now. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. どうしてよ。続けてちょうだい。そうね。 OK。 リア充エピソードもうないよ。さてエンディングだよ。あ、もうこのまま行くのね。今日は楽しかったね。やっぱり僕たちリア充が集まるとやっぱりリア充の話がいっぱい集まってくる。止まんないわ。止まんない。もう本当にリア充な日常超楽しい。ほらパーティー、エブリデイワールドよね。エブリデイワールド、イエーイって感じ。じゃあこのまま3人でザギちゃん、シースイちゃん、イチャスイちゃん、ということで、お相手のリア充の江口のタクヤと、リア充のなんか落ちた早見の沙織と、リア充の遠山の奈緒でした。バイバーイ。はい、終わりです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか、なんかリア充演じてみて。なんか、僕たちの思い描くリア充っていうのはこんなに薄っぺらいものなんだったなっていう。リア充ってなんだろう。リア充ってなんだろうっていうのは、そこからだよね。から分からなくなってきたっていうか。そう、定義をまずこう決めるところから打ち合わせでやらなきゃいけなかったなっていう感じですかね。アポイントメントだった。なんかもう、なエセ外国人みたいな感じになっちゃう。最後なんかちょっと最後になってね。パーリーピーポンなんか。そうね。もうちょっとリア充について勉強しなきゃねって思いました。はい。はい。